こんにちは、普通のサラリーマンです。本日はシフトノブ外していきたいと思います。過去に動画を作成したような気はしたんですけど、ちょっとなかったので、まあ、動画の方を作っていきたいと思います。こちら、初めて見る方は意外かもしれないんですけど、シフトノブってネジで止まってるだけなんですよね。ネジで止まってるというか、ネ、ま、ジ、あ、込み式ですね。 くるくるっと回していただければここのような形でで外すすができますあのあまり聞いたことないんですけどシフトノブってベルファイアの場合こういう向きでついてるんですけど逆向きでついてたっていう話もネット上でちょっと見たことがあるのでもしご自身で何かおかしいなって思ったらまあ、ねじってあげればこのような形で外すこともできますし向きを変えることもできますそれで外した後に関しましてはマスキングテープや養生テープでこの先端保護してあげるようにしましょう こちらシフトノブ単体で交換するっていう方は、まあ、少ないかとは思うんですけどこのシフトパネル周辺を外す時にこのやっぱりシフトノブ外さないといけなくてこの他のパネルを外す時にまあぶつかって傷をつけないようにするためにこちら外した際には巻いておいてあげましょうもし本当にシフトノブだけ交換するっていうことであれば外して新しいものをすぐつけてあげてくださいそして戻し方も簡単ですかぶせてあげて回しますで 少しずつきつくなってきますので、ま、たい正面を向きましたら、そこで終わりにしてあげてください。あまり締め込みすぎますと中の気候が壊れてしまいますので、ある程度固くなりましたらそこで止めてあげてください。それでは本日はシフトノブの外し方でした。本日は最後までご視聴ありがとうございました。